皆さんこんにちは。 RQN キャスターの太田あさみです。車にまつわる知識情報をお届けするカーデイズ TV RQ ニュースのお時間です。ご覧になって気に入ったらいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。運転免許証の顔写真は発行時や更新時に撮影されるものに限らず、規格を満たしているものであれば自分で撮影したものを持ち込むこともできます。運転免許は3年から5年もの間使うもの。写真に納得いかないと気持ちも上がりませんし、身分証明書として提出するときにちょっと恥ずかしいかもしれません。そこで今回は運転免許証の顔写真をきれいに撮る方法、写真を持ち込んだ際注意することについて解説していきます。いくつか条件がありますが、規則にのっとった写真であれば運転免許証の写真は持ち込みが可能です。免許センターで撮影するとき何度か撮り直させてくれる場合もありますが、納得いくまで何度も撮影というわけにもいかないので、あらかじめ撮影したものを持参した方がスムーズに手続きができるのではないでしょうか。では顔写真を持参したい方のために持ち込む際の注意点などを詳しく解説していきます。免許証発行の際、多くの人はその場で顔写真を撮影しますが、おそらく係員の方は顔写真の持ち込みにも慣れていると思いますので、その場で持ってきた顔写真を使いたいことを伝えましょう。渡した写真で問題なければ次の手続きに誘導されるはずです。万が一持参した写真が使えないものであった場合は、諦めてその場で撮影してもらいましょう。また後ほど解説しますが、実は運転免許証は顔写真を変更したいという理由で再発行が可能なので、気に入らなければ後日変更の申請をしましょう。運転免許証の写真には決まりがあり、条件を満たしてないものは使用できません。いざ顔写真を持ち込んで使えなかったとならないよう、規則に沿ったものを用意しましょう。代表的な条件として、写真サイズは縦が3センチ、横が 2.4 センチの胸から上が写っているもの、背景は青色やグレーなどが一般的ですが、都道府県によって異なりますので事前に調べておきましょう。他に申請の6ヶ月以内に撮影したものであることなども条件に含まれます。では運転免許証の顔写真の不適切な例を紹介します。帽子は脱ぐ、ただし特別な理由があれば着用か、カラーコンタクトは不可、顔が髪や服で隠れていない、歯を見せない、笑顔にならないなど多くの制約があります。その他の注意点としては、背景と服が同じ色にならないようにする、写真の修正や加工はしない、普段の表情と著しく違う顔をしないなども注意点として挙げられます。たくさんの条件が出てきてしまったので、ここまでの情報をまとめると、撮影時には適切なサイズを選択する、胸から上の顔全体がはっきり写るような髪型、服装、正面を向いていて極端な笑顔や怒りの表情でないこと、なるべく申請する直前に撮影したものとなります。免許センターによっては細かく指摘を受ける場合もあるので、写真を持参するのであればこれらに注意して撮影しましょう。写真館やスタジオなどで撮影してもらうのであれば、カメラマンの指示に従っていればまず大丈夫でしょう。先ほども少し触れましたが、運転免許証の顔写真は変更できます。都道府県によって若干の違いはありますが、意外と気軽に変更ができます。では続いて顔写真の変更に関する情報を紹介します。運転免許証を再交付する機会といえば、盗難や紛失という場合を想像することが多いかと思います。ですがこれらの理由でなくとも、写真の変更がしたいという理由での再交付の申請が可能です。顔写真を変更したいという理由での再交付が認められるようになったのは最近のことで、2019年の12月から可能になりました。
ですので、この情報はまだ知らない方が多いのではないでしょうか。続いては顔写真の変更手続きについて紹介していきましょう。顔写真の変更は各都道府県の運転免許センターや警察署で受け付けています。申請場所や受付時間は地域で異なるので、それぞれお住まいの地域で事前に調べておきましょう。顔写真の変更に必要なものは、所有している運転免許証、適切に撮影された写真、手数料があれば変更が可能です。手数料は2250円なので、撮影料金と合わせると3000円から4000円程度の費用が必要ですが、数年間使用できると考えればそれほど大きな出費ではないのではないでしょうか。証明写真はスタジオでプロカメラマンに撮影してもらうのが一番ですが、なるべく費用を抑えたい、近くにカメラスタジオがないなどの理由からセルフ証明写真機を使用したい方もいると思います。証明写真機では何度も撮り直しができないので、限られた撮影回数で良い写真を撮影することが重要です。証明写真機でもなるべくいい写真を撮影できるよう、撮影時のコツや服装、注意点などについて解説していきます。顔がはっきり写るように輪郭や眉毛に髪がかからないようにセットし、撮影に臨みましょう。女性の場合、髪が長い方は体の前ではなく後ろに来るようにして、できれば輪郭や耳がはっきり見えるようにまとめておくと良いでしょう。男性の場合でも前髪は眉毛が見えるように、髪はワックスなどでガチガチにセットするのではなく、あくまで自然な感じになるように軽くセットする程度にしておきましょう。証明写真機にも照明がありますが、さらに顔を明るくするために明るめの服を着ていきましょう。黒や青などの寒色系の色は光を吸収してしまい、照明の効果が薄れてしまいます。白や黄色などの明るい服を着ていけば光を反射して美白効果が増し、明るい印象の写真になるはずです。派手すぎる服やアクセサリーをたくさんつけていくとすっきりしない写真になってしまうので、なるべくシンプルな服装で撮影することをお勧めします。免許証の写真は歯を見せてはいけないので、口を開けている写真は使用できません。明るい印象にしたければ自然な表情で撮ることが重要になります。笑顔になりすぎない程度に少し口角を上げると自然な表情になるはずです。撮影の前に鏡で練習をしたり、スマートフォンを使って実際に撮影して確認しておくと良いでしょう。胸から上の写真なので姿勢はあまり関係ないと思う方もいるかもしれませんが、姿勢を正すと全体のバランスが良くなり、自然と他の箇所も美しく見えてきます。具体的には背筋を伸ばし、軽く胸を張って少し顎を引きます。顎は引きすぎないように脇を締め、左右の肩が同じ高さになるようにします。目線はカメラと同じ高さで、姿勢を正した時にちょうど良い高さになるよう椅子を調整します。これらに注意して撮影すれば、プロの指導がなくても納得のいく写真が撮影できるはずです。では私がちょっと見本をやってみますので、参考にしてみてください。今回紹介した顔写真をうまく撮る方法は、もちろん運転免許センターなどでの撮影時にも使えるものなので、試してもらえれば一発で気に入る写真を撮影できるかもしれません。最初から最高の写真が撮れれば、変更の手間も必要なく費用もかからないので、覚えておくと役に立つと思います。運転免許証は長く使うものです。顔写真が気に入らなければ、人に見せたり提出を求められた時に気分が落ちるかもしれません。免許証は長ければ5年間同じものを使うことになります。もし顔写真が気に入らないものになってしまった時は、早めに変更してしまった方がすっきりするかもしれませんね。
今回のカーデイズ TV RQ ニュース気に入ったらいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。今日ご紹介した内容はカーデイズにも記事がありますので、ぜひそちらもご覧ください。太田あさみがお伝えしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。